抗議デモは愛知県に住むウクライナ人やウクライナからの避難民などおよそ100人が参加し行われました。デモに参加した人の多くがビシバンカと呼ばれるウクライナの伝統的な衣装を着ていて、デザインによって自由や魔除けなど様々な意味が込められているということです。ウクライナの文化も殺してます。マリウポリで子どものビシバンカ100枚以上燃やしてた。国も守りたいけど文化も守りたい。ウクライナでは5月の第3木曜日をビシバンカの日という記念日としていて、日本ウクライナ文化協会では毎年パレードなどを行っていましたが、今年はデモに変更し平和を祈りました。